ロブ・バン・ダム、ロブ・バン・ダム、ロブ・バンデカ・メートルのリングネームで知られるロバート・ザット・コースキー、ロバート・アレックス・シャトコフスキー、1970年12月18日隊はアメリカ合衆国のプロレスラー、ミシガン州バトルクリーク出身、RVD の愛称で知られる。カンフーなどの中国武術をモチーフとしつつも、椅子や机の使用も自由奔放に技の一部として、 ミックスさせる独特のレズリングスタイルが彼の特徴である。その個性的で華麗な、そしてハードコアなムーブメントは、そして彼自身も、ワンオブ、エイカインド、唯一無二と評されている。また選手紹介や勝利者紹介などで、自分の名前がコールされる、または自分でコールする際に、両手の親指で自身を指さすポーズは、非常にポピュラーであり、 ファンからはその動きに合わせて、ロブ、バンデカメートル、または、RVD のちゃんと、コール、掛け声の大合唱が起きる。デトロイトで、ザ・シークのコーチを受け、1990年に、プロレスラーデビューを果たす。1991年、明日は、ユナイテッド・ステイツ・レスリング・アソシエーションや、イクア、インターナショナル・チャンピオンシップ・レスリング・アライアンスなど、インディ団体に参戦し、 12月には、ジャンクロード・バンダムの用紙やアクションが似ていたことから、ロン・スリンカーから、現在でも使用している、ロブ・バンダム、ロブ・バンデカメートルのリングネームを与えられる。1992年、WCW と契約を交わし入団。ロビー・ヴィロビー・ヴィのリングネームで活動し、1993年1月11日に、パット・ローズとのシングルマッチでデビューし、 勝利した。1993年には全日本プロレスに参戦するため初来日。全日本プロレスに常連参戦している外国人レスラーたちと組んで出場するも結果を出すことができずに帰国した。WCW 復帰後はハウスショーでの出場が中心となり、1994年に解雇となった。 WCW 解雇後、リングネームをロブ・バン・ダムへと戻して、NWC ・ナショナル・レスリング・コンファレンス・アス・ W ・オール・スター・レスリングに参戦する一方で、全日本プロレスの常連として定期参戦。1995年10月1日には、世界ジュニアヘビー級王座を保持する、ダニー・クルファットに挑戦するチャンスを与えられるが、ベルトをダッシュするに至らなかった。 11月には世界最強タッグ決定リーグ戦にジョニー・スミスと組んでエントリーするも2点という結果に終わっている。1996年ロブ・バンダムの知名度を全米中に広めるきっかけとなるハードコアレスリングを信条とする団体である ECW に参戦。1月5日のイベントハウスパーティーにてトップレスラーであるアクセルロッテンを相手に デビュー戦を行い勤星し終えた。同月27日、サブウーとのシングルマッチで反則負けとなるが、サブウーを尊敬するようになり、ライバルでありながら、指定関係を築くことになる。5月11日、A マターオブリスペクト1996で、ビル・アルフォンソをマネージャーに従え、リスペクトマッチと題して、サブウーとシングルマッチを行い師匠を果たすと同時に、ヒールターンし、 放送へと展開。9月13日、アンラッキーラッテリーにて、サブーとの直接対決にて敗戦となるが、試合後に、お互いを認め合いッグを結成。ECW 世界タッグ王座をめぐって、イルミネーターズ、ジョン・クローナスペリー・サターン、ギャングスターズ、ニュージャックムスタファ・サイードと3ウェイマッチや、デスマッチなどで争うがベルトをダッシュするに至らなかった。 1997年1月、サブウーと共に全日本プロレスに参戦。空中戦を存分に行って、観客を魅了。連勝する活躍を見せて25日には、アジアタック王座を保持する、大森高尾秋山一氏に挑戦するが敗戦となった。5月には WWF へと未契約ながらも参戦し、ジェリーローラーとのタックで活躍。6月16日には、 WWF 世界タッグ王座トーナメント決勝にてザ・ヘッド・バンガーズ、モッシュスラッシャーと対戦するが敗戦した。1998年4月4日、ECW 世界 TV 王座を保持するバンバン・ビガロから勝利して ECW での初の王座大感を果たす。このベルトに関しては故障する2000年3月まで23ヶ月間保持する記録を樹立。 6月27日には、サブウートのタッグで、クリス・キャンディードランス・ストームから、ECW 世界タッグ王座をダッシュして2冠王になる。10月24日には、ダッドリー・ボーイズ、ババレー・ダッドリーディ・ボン・ダッドリーから、ECW 世界タッグ王座を奪われるが、12月13日に、日本の後楽園ホールで開催された ECW&、KMW の共同イベントにて奪い返し、2度目の、 体感となった。1999年以降、ECW 世界 TV 王座を死守し続けていたが2000年3月に、負傷欠場して王座を返還。5月に復帰してからは、王座戦線には絡まかったもののストーリーラインを中心に ECW を支え続け、2001年1月13日、ギルティアズチャーチド2001のジェリーリンとのシングルマッチを最後に ECW は、 公開を迎えた。2001年 ECW 崩壊後の2月には全日本プロレスにスポット参戦し、7月より WWF と契約を交わし入団。WCW と ECW の連合軍、アライアンスの一員としてヒールでの活動であったが、レスリングスタイルが観客から支持されて人気は高かった。ECW での経験もあってか、 WWE ハードコア王座で大活躍し、アライアンスの中心人物の一人として11月18日の PPV サバイバーシリーズ2001では最終決戦となるエリミネーションマッチの5人のうちの一人として選ばれた。アライアンス崩壊後、ベビーフェイスに転向。RAW とスマックダウンエッとブランドを分割した RAW に所属し、IC o 王座として長期保持した。 2004年3月21日にはスマックダウンに移籍。2005年1月27日には膝の手術を行い長期欠場することになる。6月12日、元 ECW 関係者が参加して行われた WWE 主催の PPV、WWEECWS1 ナイトスタンドにマイクパフォーマンスに登場。ただし、このパフォーマンスは 後の構想となる伏線となっていて、話している最中に、ライノから襲撃され、サブーから助けられた。ライノ VS サブーの試合において、ロブ・バンダムがサブーの勝利をアシストしている。2005年6月27日、RAW へと再移籍。1 1年間のブランクを経て、2006年1月29日、ロイヤル・ランブル2006にて、 ロイヤル・ランブルマッチに20番目として登場した。4月2日、レッセルメイニア22では、マネイン・ザ・バンク、ラダーマッチに出場して勝利し、1年間の王座挑戦権を獲得した。6月11日、E.C.W.S. 1ナイト・スタンド2006にて、WWE 王者である、ジョン・シナを相手に権利を行使し、エッジや、ポール・ヘイマンの介入に助けられ、最後には、 エッジのスピアーから5スターフロックスプラッシュを決めて、ベルトをダッシュした。6月13日、復活した ECW にて、ポールヘイマンから ECW 世界ヘビー級王座を贈呈された。しかし、7月2日に違法薬物所持で、サブルーと共に逮捕されたことを受けて、翌3日の RAW で、エッジに敗れて、WWE 王座を失い。 さらにその翌4日の ECW でもヘイマンの裏切りによりビッグショーから CW 世界ヘビー企業座を奪われてしまった。以降、WWE が30日間の禁止処分を発表した。2007年 ECW オリジナルメンバーによるユニット ECW オリジナルズとしてニューブリードとの構想を開始。4月1日デッセルマニア23では トミードリーマーサブーサンドマンと組んでニューブリードと8人制タッグマッチを行い勝利した。その後はビンスマクマホンに奪われた ECW 王座のベルトを奪還しようとする動きは見られるがそれほど目立った活躍ができなかった。6月30日契約満了に伴い更新を行わず WWE を退団。退団後燃え尽きたと宣言。12月10日 RAW15 周年特別番組に登場。サンティーノ・マレラと対戦して、5スターフロックスプラッシュを決めて、勝利した。2008年、ポルトガルの団体であるアプエ、アッシャカオポートゲッサでレスリングや、元、WWE レスラーが、多数参戦しているイタリアの団体であるウェイ、ニューレスリングエンターテインメントなどヨーロッパの、インディー団体に参戦。ウェイでは、 オーランド・ジョーダンとシングルマッチや騎士、力士とタッグを組んで試合を行った。8月15日には、イングフに参戦するため来日、ゲノメ6へ出場し、ネクロ、ブッチャー、剣道家臣との3ウェーマッチを行い勝利した。2009年1月29日、WWE の PPV、ロイヤル・ランブル2009にて、人よ限りの電撃参戦を果たし、 ロイヤル・ランブルマッチに25番目で登場するも、クリス・ジェリコに落とされて敗退した。3月より、AWR、アメリカンレスリング・ランページに参戦し、ヨーロッパツアーに帯同。レネデュプルと AWR ノーリミッツ王座をめぐって、構想、サブウとのハードコアマッチ展開した。11月には再び AWR に参戦し、レネデュプルと AWR ヘビー級王座を争った。 2010年3月、ティネと契約を交わして入団。同月8日、インパクトに初登場し、スティングと対戦して、秒殺勝利した。しかし、試合終了後に、スティングからバットでオーダーされた。3月22日、ティネ世界ヘビー級王座をめぐって、ジェフ・ハーディーと短期的ながら共闘。4月5日、ジェームズ・ストームから因縁をつけられて対戦するが、勝利し、 4月18日には、PPV であるラクダウン2010で、スティールケージマッチで再戦を行うも帰り討ちに、してみせた。4月19日、ティネ世界ヘビー級王座挑戦者決定戦にて、ジェフ・ハーディーと対戦して勝利し、挑戦権を得た。同日に、ティネ世界ヘビー級王座を保持する、AJ ・スタイルズに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュしてみせた。王座退官後、 長期政権を築き、10月10日に、ジェフ・ハーディに敗れて、王座陥落するまで守り続け、また、7月より、e、ECW、オリジナルメンバーで結集されたユニットで、A-EV2.0、エクストリーム、バージョン2.0の中心として活躍した。2011年1月4日、当時、ティネと提携していた新日本プロレスに、初参戦することになり、 年間最大のイベントであるレッスルキングダム部員東京ドームに出場。矢野ーとハードコアマッチを行い、最後にはファイブスターフロッグスプラッシュを決めて勝利した。1月9日、PPV であるジェネシス2011にて遺してきたマット・ハーディーと対戦して敗戦し、構想へと展開するかと思われたが、マット・ハーディーのコンディショニング不足により試合後者のろ。 バンダムでさえも試合を成立できないことからわずか1ヶ月で終了となった。以降、スティングとミスター・アンダーソンとティネ世界ヘビー級王座を巡って構想するもベルトをダッシュするに至りなかった。6月18日、メキシコのメジャー団体であるトリ AAA の年間最大イベントであるトリプラメイニアジックスにティネからの資格として初参戦し、トリ AAA ラテンアメリカン王座を保持する。 ドクトル・ワグナー・ジュニア挑戦するも敗戦した。10月16日、年間最大の PPV である、バウンド・フォー・グローリー2011にて ECW 時代の、名優である、ジェリー・リンと対戦して勝利し、試合後には、お互いを認め合った。2012年、再びティネ世界ヘビー級王座戦線に乗り込み、ジェフ・ハーディーとミスター・アンダーソンと挑戦者争いに、競り勝って、 ティネ世界ヘビー級王者であるボビー・ルードに挑戦するも、ベルトを取りするに至らなかった。10月14日、PPV である、バウンド・フォー・グローリー2012にてティネ、X ・ディビジョン王座を保持する、G ・マイオンに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。以降、X ・ディビジョン王座を長期保持するも、コンディショニング不足に陥り、2013年2月28日に、ケニー・キングに奪われた。 3月に、ティネとの契約が満了し、契約を延長する意思はないとして、対談となった。2013年、ティネ対談後、フウェイ、ファミリーレスリングエンターテインメントや、BTW、ビッグタイムレスリングに CW、スキドサークルレスリングにスポット参戦。そして6月16日、WWE の PPV であるペイバック2013。 にて復帰することが発表された。7月14日、PPV である、マネーインザバンク2013にて、メインイベントである、マネーインザバンクラダーチに出場し、コンディショニングも万全であることを観客にアピールするが、アタッシュケースを手に入れることができなかった。翌15日の RAW では、クリス・ジェリコとベテラン同士のシングルマッチを行い勝利した。8月5日、 RAW にて、アルベルト・デルリオに裏切られたリカルド・ロドリゲスを、専属リングアナウンサーして雇い、アルベルト・デルリオと対戦して勝利した。12日の RAW では、u s 王ザ挑戦権、争奪20人、バトルロイヤルに出場して優勝し、挑戦権を獲得するも王者であるディーン・アンブローズに、数挑戦するも仲間である、ザ・シールド、セスロリンズロマン・レインズの介入に邪魔されベルトを、 ダッシュするに至らなかった。9月15日、PPV である、ナイト・オブ・チャンピオンズ2013では再び、アルベルト・デルリオと対峙。世界ヘビー級王座をかけて対戦することになり、再び、リカルド・ロドリゲスを、リングアナウンサーとして見寄せるも逆効果となり、敗戦した。10月6日、PPV であるバトルグラウンド2013にて、アルベルト・デルリオにリベンジマッチとして、 得意とするバトルグラウンドハードコアルールを用いて対戦するがベルトをダッシュするに至らなった。バトルグラウンド2013後、契約として設けられている90日間の休養を行使。ギミック上ではデルリオとの対戦にて精神的なダメージを受けたための休養と発表された。2014年4月7日、RAW にて復帰。 ダミアン・サンドウと対戦して勝利した。14日より開始された IC 王座挑戦者争奪トーナメントにエントリーし、決勝まで進出。28日の RAW にて、バッドニュース・バレットと対戦するも敗戦し、挑戦権を逃した。5月より、ポール・ヘイマンセザーロと、長期構想へと展開した。アィネ。ね、WWF、WWE。 ECW、その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。